はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。本日は2023年の10月27金曜日ですね。今日はこちら東京ディズニーランドにやってきました。ということで本日はですね、この最新のディズニーランドですね、もうハロウィン終盤ですけれども、混雑動画とかですね、いろいろ撮っていきたいと思います。ちなみになんですが、もうね夕方なんですけれども、今現在16時15分ぐらいですね。今回の映像は後半編となりますので、もし前半ですね、朝から16時までの映像気になる方は昨日の映像の方をご覧ください。今回の映像はその16時15分ぐらいからですね、夜までの混雑とか変わったところとかですね、いろいろご紹介できたらいいなと思います。はい、ということで、早速今からアトラクの待ち時間とか見ていきたいと思います。最近ね結構おすすめなのがこのジャングルクルーズとリバテツですね。まあ、今ねちょうどスプーブ終わっちゃったんで若干混んではしまったんですけれども、めっちゃね空いてるんですよ最近。ジャングルクルーズは今20分待ちで、リバテツ15分ですね。まあ、ただスプーブが終わったんで10分ぐらいプラスされるかもしれません、この後は。まあ、でも全然空いてますよね。ベビーカーすごいな。で本当はね今からフォレストシアターの自由席行こうかなと思ったんですけど、ちょっと子供寝てしまったので、まあ、ベビーカーでも乗れるアトラクに乗りたいと思います。ジャングルクルーズとかもね本当はこの空いてる時間帯に乗りたいところなんですけど、まあ、寝ちゃったんでしょうがないですね。あ、やはりちょっと混んできましたよ。どんどん人の流れが来てます。でこの辺は列がすごいです。トロピカルジュースバーとあっちがチャイナボイジャーですね。もう列曲がっちゃってるんで多分1時間待ちぐらいだと思います。今日もね比較的混んでますね。まあ、でもねジョマジが来た中では空いてる方で、結構ねスプブも楽勝でしたね。立ち見30分前でもミニポジの最善取れました。ビッグサンダーマウンテンはすごい列がここまで来てますね。50分待ちです。まあ、もうちょい伸びるかな。まだねトゥーンタウンの方やってると思うんで、それが終わったらさらに伸びて60分ぐらいまで行っちゃうかもしれないですね。ここですね、結構列は長めです。これは前半でも言ってるんですけれども、なんかね SNS 見てるとね、ハロウィンが一番人気だからこんなに混んでるとか言ってる方いるんですけども、実際にはクリスマスの方がねもう全然人数多いですからね。なので、まあ、これをもさらに超えてくると思うんでちょっと怖いですよね。ということで、まあ、ちょっと子供寝ちゃったのでマークトウェン号に来ました。ベビーカーでね唯一乗れるアトラクションがこれなので。スプラッシュマウンテンはそんなに混んでないですね。75分待ち。まあでもこの後かな。なんかここ数日なんかね10月中旬に比べると空いてきてるんですけれども、おそらくね修学旅行がちょっと終わりに近づいてきてますよね。明らかにね学生の人数は減ってきてますよ。そしたらですね、本当はこの後ですねフォレストシアターの自由席行こうかなと思ったんですけれども、子供寝てしまって行けないので、とりあえずベビーカーで乗れるアトラクションでも行こうかなと思います。まあ、マークトウェン号しかないんですけど、はいね、乗車室でリフトがございませんので1個ずつ中ほどまでお進みください。横に広がってお進みをお願いいたします。はい、マークトウェン号です。本当にベビーカーでしか連れてこれない赤ちゃんとか、こうやって子供が寝ちゃった時はですねベビーカーに乗せて乗ることできるアトラクションなんでおすすめです。お楽しみいただけましたでしょうか。ぜひまたアメリカ側を巡るマーク・トウェイン号の船旅にご参加ください。それではさようなら。はい、今マーク・トウェイン号乗って5時1分ですね。なんとこんなところまで列来てました。まさかの外まで列来てるなんて、コロナ後ではもう全然見られなかった光景ですね。本当にコロナ前に戻ったんだなって思います。でそしたらですね、とりあえずちょっとまだ子供寝てるので、まあアトラクションとかショーも見れないですから、とりあえずこの辺ブラブラしようかなと思います。まさかのマークトウェン号の列こっちまで来てます。しかも結局ねさっきのやつ全員分乗り切れずに次の買い待ちですね。これすごいね、マークトウェン号でこれってえげつないね。
今5時10分ですね。本店90分です。なんとえげつねプライオリティパスを取るしかないですよね。もはや別にね、ホリデーナイトミアは去年もやってるんですけどね、まあ、それだけ去年もまだコロナの影響で来なかった人が多いってことですかね。この辺もめちゃくちゃ混んでんな。とりあえず子供寝てますし、待ち時間でも見るか。なんとキャッスルカルーセルも列こんなことになってます。お、こっちはすごいぞ。クイーンオブハーツのバンケットホールですね。もう5時だから時間ずらしてでもこれですからね。もう最近はね、4時とか3時ぐらいに夜ご飯の方がいいですね。もはや夜じゃないというね。でも本当そんぐらいの方がいいと思います。ジョモジョモ最近4時ぐらいに夜ご飯食べます。パーク内で食べるときはティーカップもえげつない。フィルハーマジックも外待ちになってましたね。もうこの辺では確かにマーク・トウェイン号とスモアぐらいしか乗れるものはないかもしれない。そりゃ混んじゃうよね。やばいです。なんとプーさんのハニーハント110分待ちです。えぐすぎー、えげつなすぎる。すごいね。アトラクションの待ち時間的には前回超えてるか。なんか人数的にはね、オタが減ってパレードとかは案外楽勝で取れたんですけど、場所アトラクすごいな。はい、水戸にやってきました。あ、今日はやっぱオタ少なそうですね。40分待ちです。まあ、グリ施設の時間見ればやっぱオタ少ないんだなっていうのが分かりますよね。でもプーさんとかは110分とかね、えげつないアトラクの列にはなってますよね。まあ、家族連れ今日多いですもんね。なんか学生っていうよりは家族連れと外人が多い気がします。やっぱ修学旅行シーズン終わったのかな。ミニのスタイルスタジオも40分待ちでした。そんなに混んでない方ですね。10月中旬とかはね、普通に55分とか軽く行ってましたからね、1時間とかね。なので今日はオタはやはり少なめのような気がします。でも5時40分なんですが、とりあえず子供も起きなくて何もすることがガチでないので、やっぱご飯を食べに行きたいと思います。ハングリーベアを目指してますが、ちょっと夜遅くなっちゃったんで怖いですね。どうかな、結構並んじゃうかもしれません。ポップコーンも長蛇の列です。おっとやばいな、ハングリーの列があそこのゲートの下まで来ているのが見えます。まあでもしょうがない、並ぶか。今日はえぐいです。ハングリーベアやっぱ安いですからね。でも子供がねハングリーのカレー好きなんで、まあしょうがないんで並びます。もうちょっと早く並べばよかったな。やっぱこれは時間かかりそうだ。今日の夜ご飯です。35分ぐらいですかね。いや並びましたね。そして外はえげつない行列になってます。もっと伸びたみたいですよ。今日の夜ご飯はハングリーです。起きました。カレーの匂いに誘われてに、いっぱい寝たに。うわすごいね、今日夜寝れないぞ。ハングリーでご飯食べて今6時半です。エクサンダーマウンテンは75分待ちです。めちゃんが混んでますね。でもまだね修学旅行生若干いますので、おそらくもしかしたらこの後少しずつ減ってくるかもしれませんね。修学旅行生たちはだいたい7時ぐらいからいなくなりますので、まあ、若干ですが空いてくるとは思いますので、アトラクはここからが勝負かな。今6時40分です。イーパレまであと35分ですね。もう夜は本当やることないので、イーパレが最近ね混んでるんですけれども、まあ、先ほどもから言ってる通り、もうパレードは全て立ち見を狙いましょう。まだねイーパレ立ち見設定されてないですけれども、だいたい10分ぐらい前でもね立ち見最善余裕で取れますからね、まあ、全然並ぶ必要はまだないと思います。ということでちょっとアトラク軽く乗りましょうかね。フィルハーマジックか、ちょっと白雪姫乗りたいんですよね。あのスマホ撮影が可能になったので、
ちょっとこのね iPhone15 で乗ってみたいんですけれども、ちょっと前回乗れなかったので、今行けたら行きたいですね、混んでなければ。ではスモアに行ってきます。ちょうどフィルハーはね始まった直後でだいぶ時間かかるっぽかったんで、スモアだったらねすぐ行けそうですんで。もうすぐ乗り場でした。5分ぐらいだね、全然10分じゃない。スモアに乗って今7時5分です。あと10分でイパレ始まるので、ぼちぼち場所取りしましょう。まだね全然立ち見は取れると思いますんでね、もう超ゆっくりでも OK です。はい、イパレが終わりまして今7時40分です。今日は残念ながらねスカイフルオブカラーズ中止とのことです。でまだねイパレやってますので、アトラックがねだいぶ空いてますからね、今から白雪姫行きたいと思います。スマホ撮影が OK になったんで今日は早速撮りましょう。白雪姫乗りまして、今7時55分ですね。さあ何しようかって感じですね。花火もやんないですし、ちょっと回りながらアトラック乗れるやつとか乗りたいところですね。それではフィルハーマジック行ってきます。5分待ちなので、困った時のフィルハーですね。フィルハーだったらねお昼でもねもう余裕で5分待ちとか10分待ちぐらいなんで、おすすめですよ、座れるし。やったー、待ちなしだー、そのまま行けちゃいます。行ってきます。でフィルハー見て今8時20分です。で最後にですねプライオリティパスでモンスターズインクライト&ゴーシーク取れてるので、そこに向かって今日は帰りたいと思います。ティーカップめっちゃ混んでましたね今。やっぱね修学旅行シーズンは終わったかもしれないですね。ほぼほぼこの時間になってもね結構アトラック混んでるんですよ。プーさんもねイーパレの途中は35分待ちになったんで行こうかなと思ってたんですけれども、終わってすぐ見たらですねもう60分待ちになってましたんで、やっぱ前回より混んでますよね。アトラクションは夜の吐ける感じがあんまりしないですね、ずっと残り続けてる感じ。だいぶでも減ってはきましたね、さすがに8時半なんで。門員はまだ40分待ちです。もう9時超えちゃいますね。ではプライオリティパスでパパッと行っちゃいましょう。もうあっという間に乗り場ですね。横では長蛇の列になってますが、やっぱプライオリティパスはいいね。何かしら1個ぐらい持っておきたいですよね。40分待ちが5分待ちになりました。出てきます。はい、ということで本日はですね2023年10月27日金曜日のですね東京ディズニーランドの様子でした。まあやっぱりねめっちゃんこ混んではいたんですけれども、でもね前回とかね前々回に比べると案外ねマシだったかなと思います。で、まあ、理由としてはねやっぱ修学旅行生がちょっと減ってきたのかなって感じですね。まあ、ジョマジョもね中学とか高校の時はね10月中旬が修学旅行でしたから、もう結構ねこういう下旬に修学旅行の学校ってあんまりないのかなって感じしますよね。なので、まあ、少しずつこの後も減っていくと思いますが、でもですねハロウィンってまだこれでもねそんなに多くない方なんですよ、イベントでは。まあ、クリスマスがね1年間で一番混むイベントになってますので、まあ、この後ですね11月上旬からまあやっぱ下旬ぐらいにかけてはねもうこの人数を超えてくると思うのでね、またインパしたらそういうところをご紹介しますので、ぜひですね参考にしていただければと思います。はい、それではですね今日はこれで終わりにしましょう。ジョマジでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白い参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。さらに特別な生放送が見たい方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それでは次の映像でお会いしましょう。ジョマジでした。バイバイ。